に参加する前に花束の用意をしないとね。わあ、綺麗な花がたくさん。愛しい人の子、早くこれらをあなたの一部にしましょう。その後、私はずっと考えてたの。ございます。はあ、懐かしいわね。じゃあ、そこにいる美少女さん、あなたはこの盛大なパーティーに参加してくれるのかしら。あの夜、最初にパーティーに出席したのはビルビーだった。彼女はいつも時間よりもだいぶ前に到着するの。みんなに十分すぎるほどのサプライズを用意するためにね。私が有利な立場ね。うん、あと少しで捕まえられるのに。捕まえた。
勝ちよ。リルビーの発明はいつも素敵だと思わない？準備はできた？緊張しないでリラックスして楽しみましょう。ええ、準備できたわ。じゃあ始めるわよ。私と勝負してくれるなんてすごく嬉しかったわよ。あなただって同じでしょ。負けるんじゃないかと思ったわ。あら、それって私を褒めてるの？もっと褒めてくれてもいいのよ。楽しかったわ。メイってば射撃の才能があるかもしれないわね。でもその時、私たちが乗ったのはジェットコースターじゃなかったの。何なのか、メイならわかるわよね？ええ、わかると思うわ。けど、こうしてメイと一緒にジェットコースターに乗るのも悪くないわね。もうちょっとロマンチックにしましょう。例えば、花火を増やすとか。実は熱い男の子。だから私はこうして彼に手を伸ばしたの。今私がメイにしてるようにね。私と最後のダンスをしてくれない？
考えてるの、メイ？可愛い女の子とダンスするときは気をそらしちゃダメよ。いえ、ただ彼らは皆集まった、そうよね。ええ、だからパーティーもゆっくりとクライマックスに向かうの。次はお客さんたちの入場を歓迎しましょう。一人目のお客さんはパフォーマンスを見せてくれるのよ。外れよ、外れよ。遅いわね、この程度なの。とても綺麗でしょ。さて、私の運勢はどうかしら。ラッキー。これはもう一人のお客さんの得意分野のようね。これがエリシアの本当の力なら、私もその期待に応えないと。じゃあ私がメイの姉ちゃんを手伝おう。パルド、そんなに驚く？メイの姉ちゃん、会計がまだ済んでないよ。それにエリの姉ちゃんを失望させられないよ。そうだよね、空夢無常、私の幸運を半分分けてあげる。先陣しと、はあ、かっこいい一撃でしょ。昭和短いものですが、意志はずっと続いていきます。あなたの色、空に広がる群星みたい。だから無限を超えなさい。がっかりさせないでよね。あんたが輝かせた極光だ。この刀があれば刹那は永遠になる。切り開く。さて、万物の黄滅を見届けろ。ここは君のステージだ。螺旋の喝采を届けよう。この黄金の歌で運命の旋律を奏でましょう。戒律は不要。私たち十三英傑を。ずいぶん気に入られてるのね。気をつけて。後世に語り継ぐ。刻印の力が集まってくる。いつもと同じようにあなたを導いてる、そうでしょ。ほら、彼らはここにいる。このパーティーを見届けてるの。
メイがやり遂げたから、メイが十三英傑に認められた人だからよ。これは最後の花向け、最も盛大な閉幕だから、悔いは残さないわ。あなたの全てを見せて、エリシア。ええ、おいでメイ。ようやくパーティーはクライマックスを迎えたわね。メイ、意外だった？起源の律者、私のもう一つの名前はどうだった？起源の律者？ごく普通の人間の女の子。感想はそれだけ。こんな雪景色は気に入った？どうしても選んでほしいなら、情熱的なあなたを選ぶわね。もっと積極的にならないと。天然たる花々咲き誇れ。寒いなら少しだけわがままを聞いてあげる。
いわね。寒いなら少しだけわがままを聞いてあげるわ。レイ、パーティーはまだ終わってないわよ。星空の下のワルツは最も華やかな形で終わらせないといけない。そうよね。ええ、決めたい。強風よ、私に服従しなさい。教えの楽園にある他のエリアは昼夜が入れ替わるのに、どうしてここだけずっと夕方か知ってる？照明のついた遊園地が一番綺麗だからでしょ。正解よ。その一番綺麗な瞬間をずっと保存しておきたかったの。たとえ永遠にも終わる日が来るとしてもね。元々はメイと一緒にここのジェットコースターに乗ってあの島に行くつもりだったけど、まさかいろいろあるなんてね。このジェットコースターはトコシエの楽園を囲むように設置されているんでしょ？そうよ。長い軌道に沿ってぐるぐると繰り返してあらゆる美しい景色を一望できるの。終点に着いた時にまた出発点に戻れるようにね。妖精エリはこれが大好きって言ってたわ。メリーゴーラウンドを嫌う人はいないでしょ。これを十三英傑の交流イベントにしようと思ったんだけど、私自分で却下したの。だってこのメリーゴーラウンドの馬は12体しかいないんだもの。残された人はきっと悲しむでしょ。今日はそんな心配はいらないわね。でも空席はなんだかより寂しく見えるわ。ヘリー、ヘリー、遊ぼう。ごめんね、マリアン。今日は一緒に遊べないの。この綺麗なお姉さんと一緒に遊んでるから。うん、わかった。じゃあ今度一緒に遊んで。約束だよ。え、約束よ。
おや、エリちゃんじゃないか。さてはお腹が空いたんじゃな。セティのおじいちゃん、その通りよ。だっておじいちゃんの焼いたケーキが一番おいしいもの。そうじゃと思った。さあこれはエリちゃんの分じゃ。ありがとう、いただくわ。メイメイ、はい、食べてみて。おいしいものは一緒に食べないと。ええ。あれ、エリシオ、今日は随分と綺麗だね。誰に会うの？あら、エイシャ、そうでしょ？今日は特別におめかししたの。理由は、当ててみて。ふーん、またもったいぶって。やめておく。どうせ我慢できずに自分で教えてくれるだろうし。もう、エイシャったら、本当に私のことをよく知ってるのね。ところで、あの壁画は。あ、そうだった。まだメイに言ってなかったわね。あの壁画に書いてあるのは月よ。月？はるか昔、人類は月で何かを発見したみたい。でも、火を追う画の中で、それは空白の歴史になった。わざと隠されたの？私に内緒ってだけかもしれないわ。だってメビウスはかなり前から私のことを疑ってたもの。最後はやっぱりここに戻るのよね。ここはトコシエの楽園の中で一番好きな場所なの。見ての通り、あらゆる美しいものが集う平和で永久の夢のような場所。あらゆる理想の先にある無垢の楽園。エリシアの一生は当然そうあるべき。そうでしょ？何度見てもトコシエの楽園は完璧よね。実はメイの反応を見てとっくに分かってたわ。天の道はリシ。イニシエの楽園が記録しているのはそんな簡単な物語よ。もう落ち着きなさい。英傑たちの閉幕も盛大で美しくないといけないの。彼らは最初から完璧なヒーローだったわけじゃない。ただあの時代でそこに現れたのが彼らというだけだった。ただそれだけよ。それが美しいトコシエ、私が信じる神話なの。